デーマ製材、モキスペレット製造販売、住宅の機密測定、群馬県産材をはじめといたします。木材販売の奥島商店です。今朝もですね、昨日に続いて朝からいい天気になっています。気温もまだそれほど高くはありませんので過ごしやすい感じがいたします。まあ、しかしですね、天気予報ではですね、午後やっぱり昨日と同じように3時前後ぐらいからですね、落雷、まあ、夕立の可能性っていうんですかね、落雷の可能性があるということで警戒をしてくださいというような報道がありました。今日も一日ですね、暑くなりますけども、熱中症やですね、まあ、落雷 にですね、合わないようにですね、気をつけながら取り組んでいきたいと思います。昨日新しい丸太が入荷いたしまして、水面からの入荷の丸太がですね、少しですね、私どものコアに伸びてですね、表面乾かしてからですね、注文製材に使っていきたいというふうに思います。ベーマ製材のこと、モキスペレットのこと、住宅の機密測定、VOC 測定、群馬県産材をはじめといたします。木材販売に関することで何かございましたら、福島省でまでお問い合わせください。